添え松映画館よっしゃスタートしましたわっしょいいやー YouTube ですよ始まりましたねはい、はい、添え松映画館ですよ、はい、添え松さんすごいよねまあねテンション上げてやっていこうと思うんですけども、はい、まあ私たちおじさんなのでとはいえ真面目な部分と、はいまあ、ふざける部分両方あっていいんじゃないかなと思いますそうですよね、はい、まあね4年間一緒にやってきましたんで、はい、せっかくだから続けようということです、はい、記念すべき第1回ですけれども私がご紹介する映画はワンダーウーマン1984です、もうね劇場で始まっていますそうですね、久しぶりのね、うんハリウッド大作を映画館のスクリーンで見られるっていうことがまず嬉しいですよね、うんまあ、何度も、はい、公開が延期され本当に何度も何度もね、まあ、アメリカではもうほぼ劇場公開されてないような状態でそうなんですよやってるので日本でやっぱりスクリーンで見るっていうのはまあありがたいことですよねそうなんですよ本当にねアメリカの人は映画館では見られないので僕ら本当に嬉しいですよねそういう意味でもね、ありがたいと思うんですけれどもこの中にねまあとある場面にクリスマスの場面がありますね出てくるんですけれども、ねはい、実は一昨年のクリスマスに公開されるはずだったんですよね最初はねそうですなのでクリスマスの場面があるんだと思うんですけれどもちょうど1年遅れたことでまたね季節が巡っていいタイミングになったということですよね、うんうんワンダーウーマンの説明をちょっとしましょう3年前のねワンダーウーマンという映画の続編になるんですけれども、最初はねバットマン対スーパーマンジャスティスの誕生で、現代のダイアナが描かれてその後、ワンダーウーマンでね100年前のダイアナさんが描かれて今回そのちょうど中間のねちょうどっていうことはないんですけども1984年が舞台に選ばれています、うんワンダーウーマンって基本的にちょっと説明すると神様じゃないですか、うん、言ってしまえば、DC コミックスの、スーパーヒーローチームというのはジャスティスリーグなんですけれどもトップ3がねスーパーマン、バットマン、ワンダーウーマンで片やそのライバルである、マーベルコミックスのね、スーパーヒーローチームといえばもちろんアベンジャーズなんですけれどもそのトップ3はキャプテンアメリカ、アイアンマン、マイティーソーなので要するにねこのまあお互いライバルなわけですけれどもヒーローチームのトップ3ってのは超人お金持ち神様っていうね、うん、同じなんですね構成が一緒なんですよね、まあ、わざとそうやってるわけですけれどもなので、DC コミックスにおけるマイティーソーのねポジションになるわけですよね、まあ、ちょっとその人類とか地球の事情に慣れていないところが可愛いみたいな、ね、キャラクターでだと思っていいと思いますこれをさ、まあ、過去にそのテレビシリーズとかあったわけですけれども、うん、これをやっぱガルガドットさんっていう人がいたからこそね彼女が演じて当たり役になったからこそまあちょっと続くことになったっていうのが大きいと思うんですけれども、うん身長185センチだそうなんですけどもね長身でまあその凛々しい表情とかねあと個人的にはねおでこがいいなっていう、うん、なるほどそれは趣味なのでしょうがないですねいややっぱりねなんだろうなその印象に残るのはおでこですかね、うん、横顔とかもいいですけどねなるほど、はい、おでこ考えたことなかったですいやでもねそのテレビシリーズやった時のワンダーウーマンってリンダ・カーターって、はいまあ、アメリカの美女っていうところだったのが、はい、まあガルガドットってミスイスラエル でつまりそのアメリカの外の人が、はい、ハリウッドの中心にやってきて、はい、そのもともとアメリカの美の象徴みたいなものを、はい、外の人がやってるっていうのはやっぱり僕一作目の映画を見た時に、はい、やっぱ時代が変わったなって感じがしたんですよね。ああ本当にそうですよね。そして、まあ、それを本当に発見したというか抜擢したその会社もねすごいと思いますけれども、うんガルガドットさんもねハリウッドに来たもののあんまりいい役がつかなくて下積みが長かった。あのワイルドスピードシリーズとかに出てましたよね。ワイルドスピード、あれでまあ全然活躍してたと思うんですけど、まあその役者として活躍してたかというとやっぱまあ
外見的なものをやっぱり取り上げられてやってて、そうそうそう、女優として認められてるっていう感じはやっぱり本人もしなかったんじゃないかなって思いますよ ね、 もうやめちゃおうかと思ってたらしいんですけれども、うん、まあ、この役に抜擢されたことでね、世界的なスターになれ、なればっていう本当に素晴らしいことだと思いますよね。ちょっと思い出しておきますと、前作では1918年っていうね、第一次世界大戦がちょうど終わる時をね舞台にして、ダイアナはその戦の神アレスっていうね敵役、敵役と戦ったわけですけれども、まあ、今回は、66年か経っていて、1984年が舞台で、アメリカの首都ワシントン DC でね、スミソニアン博物館っていう有名な非常に大きな博物館があるんですけども、そこの学芸員として働いているっていう設定になっています。今回一番びっくりしたのはですね、前作でスティーブ・トレバーっていうね、ダイアナの恋人だった人を亡くしてしまって、うん、まあ、非常に悲しい終わり方だったわけですけれども、うん、その後なんと66年間ずっとそれを引きずっているっていうね、うん、その相変わらずその凛々しいお姿ではあるんですけども、非常に憂い顔でね、うん、その仕事、職場と自分家を往復するだけの生活をダイアナが続けていたって、66年も経ってるのにスティーブが忘れられないっていう設定がいきなり物悲しいですよね、うん、いやちょっと参ったなという感じだったんですけれども、スティーブ・トレバーっていうのはね、もともとその原作コミックの時からそのダイアナの相棒として、あるいは恋人として出てきた男の人で、その70年代のリンダ・カーターのテレビシリーズだと、苦肉の策っていうかね、戦争、第二次世界大戦中の話はお父さん、戦後の話は代替わりして息子っていう設定で同じ人が演じてるっていう、ね、無理やりな設定でやってたわけですよね。まあ、これ言っちゃってもいいと思うんですけども、今回も出てくるんですけれども、はい、クリス・パインが演じていてね、はい、なんでね、よく見た時に、はい、あれ前作で死んでんじゃん、なんで生まれ変わるのっていうのが結構謎だったじゃないですか。はい、そうですね。それがああなるほどねっていう、ある程度納得できる設定になってるっていうのが、はい、この映画の、まあ、全体の構成にも実は及ぼしてるところが、単にそれでまた生き返ったんだよっていうのはないところが、はい、僕この映画のちょっと面白いところだなと。いや肝ですよね、うん、まあ、その今回その鍵になるアイテムがあって、そこにその、まあ、謎を解く鍵があるんですけれども、まあそのね、悲しみから立ち直れずにいたのに、そのスティーブが蘇ってくるっていう設定がまず今回のポイントですよね。ちょっとびっくり、私もびっくりしましたけども、それを演じるクリス・パインがまた素晴らしくてね、うん、非常にこのチャーミングなね、男の人、恋人を演じていて、しかもこれは本当にびっくりしたというか大きなことだと思うんですけれども、ダイアナとちゃんと恋人同士の関係であるっていうことがちゃんと描かれたっていうのはね、うん、素晴らしかったですよね。まあ、この、まあ、2人の関係ね、前作からちょっと引きずってて、はい、あ、ずっとその一途に思ってたんだ、はい、で、まあ、生き返ったように見える、はい、でそれ、そんな設定でいいのって思ってるけど、はい、そのこと自体がその映画最初見た時はそれでなんか2人のラブロマンス見せられてもなと思ってたのが、はい、そのなんていうんですかね、今の社会の中で自分の私利私欲に、自分の私利私欲を優先する人が増えてるんじゃないかっていうことの、はいはい、ちょっとアンチテーゼになってるのが、はい、いや単にこれ生き返ったように見えるんじゃないよっていうところが僕はこの映画の肝 で、実はなんか後半になると、これ最初ね、前半結構のんきな映画なのに、はい、後半めっちゃシリアスになるんですよ、はい、そこにやっぱつながっていくのは実はそのスティーブの存在っていうのがめちゃめちゃ重要になってるっていう。そうなんですよね、素晴らしいと思った。66年間悲しみ続けていたっていうことがね、やっぱりクライマックスでもう一度聞いてくるっていうのがね、うん、素晴らしいですよね。まあそういうことだけじゃなくてね、その今回まあ、すごく目立っていたなと思うのは、予告編にも出てきましたけれども、ゴールドアーマーっていうね、新しいそのダイアナのコスチュームが、今のそのチラシのデザインになってる、まさにこれなんですけれども、翼がついてるんですよね、うん、まあ、空を飛ぶっていう感じなんですが、これとかね、もともとワンダーウーマン の、 その持ち物として非常にコミックで有名なね、インビジブルジェットっていうね、目に見えないジェット機があるんですけれども、それが今回初登場する。この空を飛ぶっ
っていうモチーフがね、この一本の映画の中でものすごく重要なテーマとして実は浮かび上がっていて、もともとね、そのスーパーヒーローにとってとそのチームで活躍する時とかは特にそうなんですけれども、飛べる人と飛べない人がいるってすごく重要なテーマで、飛べない人はまあ要するに乗り物に乗って移動するしかないわけですけれども、もともとワンダーウーマンはものすごく強いんですけれども飛べないっていうね、ハンデがあって、そのインビジブルジェットっていうそのガジェットが作られたわけですが、今回そのあたりのこともテーマとして非常に効いてくる。で、空を飛ぶ自由の意味って何だろうっていうことがね、後半の大きなテーマになっていって、それとトレバーの話が重なってくるところがね、まあ、非常に泣かせるというか意味のあるものになっているなというふうに思いましたね。なるほど、はい、僕はこの1984年っていうのがね、はい、アメリカではその昨今その80年代リバイバルっていって、はいはい、80年代を舞台にしたり80年代の文化を取り入れたり音楽を使ったりという映画がいっぱいできてるじゃないですか、リメイクしたりとかね。でそのこの作品がこう発表された時に、うん、またかよっていう人たちがいたんですね、はいはいはい、で確かに僕もまあちらっとは思ったんですけど、はい、まあ、とはいえそのよくあるものにはしないだろうと思ってたら、はいはい、そのまあ、1984ってジョージ・オーウェルの小説あるじゃないですか、はい、あれってまあ1984年の頃にはその監視社会みたいになってますっていうことを先駆けて描いた小説だったわけですけど、はい、こんな形にまではならなかったじゃないですか、はい、ところが2020年って結構近づいてる、まあそうですよ ね、はい、そのね、いろんな条件が重なってひょっとしてディストピアに住んでるのかみたいなね、はい、ことになってますよね、じゃないですか、はい、だから1980年の時点でこの映画見た時に、はい、まあ、小説で描いてたようなことにはなってないなっていうパラレルワールド的に見てたと思うんですよ、はい、で実はこのワンダーウーマンもそういう意味ではまた別のパラレルワールドである1984年こうなってたかもしれないっていうことを描いてるところが、はい、1984っていうのにしたある種の意味なんじゃないかな、はい、だからその後半こうシリアスになっていくのは、はい、1984年のことを描いてるのにどこか最近のアメリカみたいに見えてくるっていうところがものすごくミソじゃないかなと思って、はい、そういうこうまあスーパーヒーローものではアメコミのスーパーヒーローものではあるけれども、はい、やっぱ社会を映した作品になってるってところが僕はすごい好きなところだったんですね。完全にそれを狙ってやってますよね、うん、その2020年2019年とか20年に公開することの意味を考えた上で作られてるっていうことがはっきりあると思いますね、うん、これはですね実は僕は付け加えるとね、自分では気づかなくて僕の映画ファンの友達がいて彼が先に気がついてこれはこういうことじゃないかって言って教えてくれたんですけれども、この映画の題名最初のロゴが出るときってワンダーウーマンじゃなくて、うん、WW1984 って出るじゃないですか、あれワールドウォーってことですか、そうそうそう、はい、世界大戦っていう意味だろうなっていう、ね、うん、あ、なるほどと思って、要するに1984年に3度目の世界大戦が起きていたかもしれないっていう話になっているのが、うん、さらにそのジョージ・オーウェルに重ね合わせたね、うん、意味を持たせるっていうことになってるんだと思うんですよね。まあなんというかいろいろ考えたんだな、これを完成させるまでにっていうことを思いました、うん、はい、昔のワンダーウーマンの主題歌って覚えてる？いや、ユミカオルの歌って、いや覚えてないです。私は愛冒険者って覚えてない光栄なんだ、覚えてないか、僕あれが結構忘れられないんですけど、そうか、まあ、ユミカオルさんが振り返ってましたね。そうですそうです、リンダ・カーター、リンダ・カーターであの時めっちゃ好きだったんだけどね。テレビシリーズの時さ、ワンダーウーマンの妹が出た回があるんですけど、知らないです。妹ってもともと原作にいるんですけど、はい、誰が演じたか知ってます？デブラ・ウィンガーが演じた。あ、デブラ・ウィンガーがやったんだ。すごいです。あ、それはでもなんか僕ね、ああいう髪質の人が好きなんです。聞いてないあのチャーリー・ゼンジェルみたいな、ファラ・フォーセットみたいに金髪ブロンドじゃなくて、はい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 、でもまあそのふわっとした髪っていうことですよね。ふわっとしてて黒髪に近い。なるほど、まあ、いろいろありますけれどもはい、はい、ね、ガルガドットさんのおでこを見に、まあ、それだけではもちろんありませんけれども、ぜひ映画館に行っていただきたいと思います、はい。